すがに早いな。公安は優秀だ。カムイはどこ？彼は言った。だが無駄足ではないよ。代わりに彼らを見送ってやってくれ。ひどい、なんてこと。これが人間にやることか。まさに地獄絵図だろう。身の毛もよだつ行為だ。これをやったのはカムイか。冗談を言うな。こんな遊びでしかサイコパスを保てなかったのはあの中で残骸になっている役人どもだ。そしてこれはその報復だと。彼らは全員密入国者だ。何らかの事情で国を捨て、役人どもの甘い言葉で集められ、そしておもちゃにされた。こんな真似をしておきながら、いざ犯罪係数が上がったら、奴らはカムイに救いを求めた。そしてカムイの逆鱗に触れた。焼いてくれと願ったのは家畜にされた人々だ。彼らはもう元の姿には戻れない。カムイがそうであるように。同行に応じてもらえますか？もちろんだ。だがその前にこれを。